ですね、今日はね、2024年の8月3日っていうことで、今、午前9時頃なんですけどね、今日ね、西野明さん、来店予定ということで、何時からやるかわからないんでね、もう9時に来てみました。8時45分頃ですね。で、こちらに今、すごく大勢並んでる人はですね、今日は土曜日ということで、すごい大勢並んでるわけですね。なぜ、こう並んでいるのかというと、台ですね、例えば451番から500番までの台を、台にね、パチすると、パチンコがあるんですかね、とか、座りたい席のところへこう、並ぶわけですね。で、こう、並んで、おそらく9時ごろだと思うんですけど、中へ、入っていくわけですね。そして、で、その全員が早い者勝ちなんですよね。とにかく自分の好きな席にね、座る出るわけですよね。それでその後にそういう人たちが全員座った後に、今度はこちらで今の入り口の方に並んでいますけどね、こういう人たちはその人たちが座ってから入って、自分の好きな席に座るという感じになりますよ。ここだってね、ここ結構ね、お店もね、敷地もすごく広いしね、この建物もすごくおしゃれですよね。ここで結構ね、やっぱり静岡市のね、中心にあるんですね。北側がね、東静岡駅です。ですから、場合によってね、県外から来る人もいるんですよね。県外から静岡、新幹線で静岡駅まで来まして、それで、東海道線に乗り換えてですね、各駅停車の、東側に1個目のね、駅ですので、でここも、ね、今これはこっち側の今南口なんですからね、今度は北側に またスポーツ施設がね、ちょっと敷地がちょっと狭いんで、小型のね、ドームか、またミニ体育館のね、建物が できるんですね。でそこで、そういうことによってですね、このプロのね、バスケットボールの選手とか、バレー選手の試合だとか、ね、そういうのが来ますんで、結構、県外からの来るお客さんがね、多くなると思います。